福吉高宛、織田信長霊城、天正6年10月13日、大阪城天守閣像タスキギ梅毒実験被験者宛、アメリカ公衆衛生局霊城、1958年、アメリカ国立公文書記録管理局像霊城とは、相手方に感謝の気持ちを表した手紙、儀礼のための書簡である。書簡の性質上、ご霊城、 お礼状飛びかごの窃盗時をつけることが多い。礼状は人付き合いを円滑にする目的で、謝意を述べる際に出す手紙である。自分が相手方から衆議、不衆議、贈り物を受け取った時や、就職内定を通知された時、忙しい中面会に時間を取らせた時、自身が主催する冠婚総祭に相手方が参列する時など、礼状を出す場面は多岐にわたる。電話での挨拶は、 略式とされ、はがきや封書に書かれた霊状で謝意を表すのがより、敬意を表す。また、謝意を表したい事象が起きてから、なるべく早く霊状を送付する。これは、遅延した場合に、受け手の印象が悪いと考えられるからである。従前、日本語は、縦書きで書かれたため、霊状も縦書きが望ましいとする考え方がある。実際、葬儀の三列へのお礼である、 改装令状では、もっぱら縦書きが用いられる。現代の日本語の手紙、とりわけビジネス文書は、横書きを多用する。ワードプロセッサで書かれた文書はほとんど横書きであり、現代ではどちらでも構わない。親しい相手でなければ、無地の白が望ましい。文章の構成は、社員を表すことが、目的のため、省略や略式の作法を用いない。 例状の文面構成は、文頭から、統合、時効の挨拶、健康状態の安否、本文、何らかの付き合いや支援を依頼する、言葉、結びの挨拶、結語と続ける。また、差出日付、差出人の名前、相手方の名前は、前述の統語から結語までの文面の前に置く場合と、後ろに置く場合の両方がある。また特に縦書きの場合、 相手方の名前よりも差出人の名前を上に書き記さないなど古来の諸殺例から続く作法がある。ただし現代では近世以前ほど厳密に適用しない。ありがとうございます。